はい、ではちょっとなんか久しぶりかな。あ、歌なしにする。今日はすずめ悲しい見れないの。今日ジャンタン見れないって今日めっちゃもうやってるやんけ。なんちでも10戦以上ずやってるでしょ多分。今日歌なしにするか。分かった。じゃあ歌なし音楽に変えます。はい、じゃあね、久しぶりかな。はい、今日はリクエストあったんで大井さんの試合。大井さんは前回もやったので、2試合目かな。今シーズンの大井さんの2試合目を見ていきます。はい、この企画では、打敗見た後に、ナーガのね、あれと照らし合わせていくみたいな感じでやってます。はい、ではとにかく、シャーチャドラチーマンからやります。手配はそんな良くない。ウーマンツも、うん、まあ、イーマンかイーピンか。初キル。おい。東條さん2巡目リーチ来た。うん、いけると思う。今、これ開けた。はい、パーマン切ってベタ折りする。いきなりなんか2巡目リーチ3巡目積もで4000ある積もられからのスタートだが、まあ、まだ特に関係ないですね。はい。はい、9万ペイト切っていく。クソゲレで草。ペイを、ペイ来てなかったんだ。うん、まあ、ペイ。で、まあ、こういうのはナーガとかもペイしか切らないんで。うん、まあ、よっぽど単品系でめっちゃいい手配だったらね。じゃ、厄介から切るってあるけど。まあ、初引いて、白引いたら別に。白泣けなくても、白ドラさんとかなるんで。まあ、普通にペイで。ペイ切る。キューピン切る。ペイ切る。まあちょっと2サッシとかまででね、意外とローマンが生きる範囲ではあるんですよね。使えるようになるんだろうね。単野か2サッシっていうか。うん、ローマンか白なぁ。うん、まあまあ、ローマンか白で。はい。まあ、俺は結構パンパンで白切るんですけど、まあ、白はドラなんでね、もちろんね。はい。ローマンからの単野を。単野をっていうかまあ、まあまあまあ、はい。まあ、大井さんはまあ、そりゃ、ローマン切るでしょう。M リーガーがローマン以外切ったことない。見たことない。はい。ローマン切る。はい。イーシャンテン。まあ、白で。他が選びようがない。ただ M リーガーは3万とかなんか切る人もいるのかもね。はい、白切る。白！はい、3万があれば、リャンウーマンサブローソーの面単品高めイーペーコードライチのイーシャンテンになってましたけど、切っちゃったんで。白！あえても。はい、ペイ切る。はい、ナーガ見ていきます。
まあ。おい、たかしはれ。うん、ね、いいまん。なあ、この。悲しい法人。ああ、この曲はいいのか。この曲はいいんだ。次か。はい、次の曲見ていく。はい、なんかペーでしたね。9万じゃなくペーが多かった。まあまあまあ。まあまあいいでしょう。そう。これはまあいいですか。ペー切る。まあ一応ローマンと、まあ3万のところもまあ吐くしかないと思うけど。はい。これは、あ、これ9、ああ、そうなんだ。はいはい。これは意外だなぁ。あとはまあ、イーマン積もってどうするかか。あ、ローマでしたね。はい、あとは数万積もか。まあ、さすがに100だと思いますけどね、数万。誰かいます？数万、ここから、この後数万積もってナーガが何切るかって。白以外切る可能性あります？数万積も。この手配から。俺は白しか選択しないけど。積もっちゃうよ。なさそうだけどな。なさそう。吐くでしたね。はい。よかった。これは。白泣きするけどね。え、まあ、あとはいいかな。はい、次の曲いきます。なんちゃドラ、うそ。イーマン切る。ギャンソー切る。4統一か。チューン泣くかどうか。画面大きい。ああ、ごめんごめん。また忘れてた。テカイ見えない。テカイガガ。あ、カワムー画面。ありがとう。ちょっと、こっちにやっとくんだった。はい、次行きます。まあまあ、いい手ですね、普通にね。はい、イーマン切る。ギャンソー切る。で、まあ、これをどうしようかなっていうことなんだけどね。まあ、チュン出たら、泣いて、パーピン切ります。スルーでした。まあ、泣きで。まあ、19,700。そんな凹んでるわけじゃないんだよね。で、まあ。別に高打点もあるんで、赤馬引いていく。赤馬でもチュンじゃない？まあ、チュン1枚スルーしたとなると、俺はチュン切って、超まっすぐ単野行くかな。まあ、これでもターツはあるって言えばあるんだけど、まあ、やっぱり、さらにパンパンで行って、うん。まあ、そんな感じかな。イーシャンテン。パーピンキール。チュンキル。まあ、イーマン切る。うん。パーマン切る。うん。普通にパーマンで。あ、ここで抜きか。まあ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 。
まあ、どうなんですかね。はい。はい、まあ、ここでベタ折りなんで、いいかな。はい、じゃあ、中見ていきます。チュン泣くかと、その後にすぐ赤馬引いて、チュン切るか、チーマン切るか、ですね。はい。はい、イーマン切る。ヤスを切る。ここだったっけ？ん？いや、マジか。チュン。あ、ただ、これすごい割れてんな、ナーガの2タイプな。2タイプっていうか。こいつはなんだ、こいつ。こいつらの、この、こんだけ大きく変わるんだな。このオメガとこのカガシは、こんだけメーターいってるけど、あー、でかくすんな、スーツアクスマン。こっちの2タイプは、するよりしたね。で、どうするかか。赤馬積もってチューン切るかチーマン切るかどっちなんですかね。あ、チーマンか、マジか。チューン切りたかったな、俺。なんかこの曲、ナーが全然賛同できないな。4巡目でこの程度パンパンでもいいよね。チュンが深いところにあったら相当痛いもんな、これ。どうにでもなるもんね、これね。チュン切ってもね。で、まあ、一応ラス目だから、チュン切って、まあ、リーチ入ったって別にまあ、2枚目は泣きたい、そんな後悔しないしな。2枚目泣きたい。ああ、そういう感じなんか。まあもちろんね、それ泣きたいんだけど、まあそれが出る前提なら俺だってチーマン切るけどさ、まあかなり深いところにあった時のリスクはどう見てんだろうね。はい。であとは何だったっけ、ないか。あとはまあチューン切ったとこか。はい。でここでチーピン積もってチューン、うん、まあないっすね。じゃあ、はい、ああ、あるかあるか。リーチ後に降りるかか。まあ、とりあえず注文切って、で、イーマン切るかとパーマン切るか。ですね。はい。それかあっさりもう現物抜くのか。あ、これはイーマン。完全にイーマン。はい、完全にイーマンでした。どのタイプも。で、ここか。あ、これでもパーマンでしたね。これ結構なんかまあいやまあ俺もパーマンなんだけど、ここまで開くんだっていうの多いな、この曲マジで。まあ今まで見ても大体っていうかもうほぼそんなに大きくみたいなのがたくさんある曲ってなかったんだけど、この曲は初めてだな、こんなにナーガと感覚合わないのは。まず、チュンスルーが、まあ、推奨されてるタイプ多かったのと、あとは、まあ、チーマンのとこか。で、ここか。まあ、これも俺も、いや、俺もパーマンなんだけど、ただまあ、迷ったし、別にウーピンローマン抜いて、で、まあ、ベタ折りも結構できそうだから、うん。これも完全にパーマン、どのタイプもパーマンか。数層打ち出すのもね、テンパイ取ったら数層打ち出すって、その数層もまあ両無筋だしね。はい。でまあおいさん抜いたんでもいいかな。はい、次いきます。あーっと変えていく。はい。トンさん結構親でドライいそう。白髪切る。うん、もういいか。トン切る。
4統一系なんで、チー統一イーシャンテンになったらちょっとどうしようかなって感じだけど、まあそれ以外はまあ、チー統一になったか。うん、まあもう1ピンだな。うん、まあ3ピンでもいいけど。うん、俺も1ピンです。3ピン切ってリーチする。うん、まあ、俺は3ピン切ってリーチしかしたことない。はい、まあ、ただまあ、これに関しては別に。うん、いい街になった、リーチする。はい、じゃあ中見ていきます。はい、これはまあそんなないか。まあナーガも多分同じなんでしょうね。ペーデリッチなんでしょうね。はい、白髪キル。うん、でもうないもんね。まあ一応まあチーソー積もって3ピン切るか E ピン切るかの2択、それをどうするか。まあ、完全に一品でしたね。はい。はい、完全に一品でした。で、作詞持って、三品切り、チーソー切りはかなり割れてるか。まあ、このタイプは三品切りだけど、ローソー切りの方が多いぐらいか。で、リーチはわずかか。はい。はい、じゃあ、大石さんがトップ目じゃ2着か。2着に浮上して、親でドラガシャ。はい、キューピン切る。何切る。画面が。うわ、もう、毎回忘れちゃうの。画面が。すまん。はい、キューピン切る。ありがとう。あ、これね。俺は何切るって言った。はい、大井さんは急走切った。何切る。ドラのシャー引いた。チュン切る。で、切る。ダブトン重なった。スーソー切る。うん。今、2枚切れ。うん、いいと思います。いや、まあ。うん、スーソー重なった。イーマン切る。うん。はい、トントン。あ、シャー現物だった。はい、見ていきます。はい、ナーガも9ピン。ん？ナーガ割れてますね。ほぼ同じぐらい。このタイプはまあ、何だったけど、はい。何切る？切る。うん。あ、俺が数層って言ったやつか。で、まあ、ほぼ同じっすね。E1 とね。はい。はい。はい。じゃあ、トンラス、最後の曲いきます。3万1700点。うん、まあ、普通に行きましょう。はい、何社切っていく。画面。うわい！ガガガ。どうやったら忘れなくできるかな。どうやって忘れなくできるかな。
こういう能力ないよな、俺な。能力というか、本当にだからもう。毎回確認するしかない。そうそう、だから毎回ナーが終わったら、こっちやるっていう習慣にすればいいんだけど、習慣つくまで本当に、社会不適合者のだよな。要は仕事とかでも同じミスするってことだもんね。まあ単純に何かをこうしなきゃいけないっていうのを頭の中にその覚えとくっていうやることが少ないから、で結局俺の中でも多分絶対忘れちゃいけないって思ってないからなるんだよね。これがね、切り替えなかったら電流が流れるシステムだったらね、さすがに俺も 2,3 回目で習慣つくと思うんだけど。気にしてないんだよね、わら。そうそう、気にしてないんだよね。ああ根っこではごめんとか言ってるだけで。はい、ごめんね。いや、気にしてないって言ったのごめんね、軽っ。はい、で行きます。トンヨンペーチャドラ3万。はい、普通に難車切ってゆく。で、ここで大井さん厄介来たんだったっけ。うん、まあそりゃシャーで、うん。まあこういうのもナーガも、チュンキルとかないからね。うん、まあまあ M リーグという特殊なフィールドだけど、まあこんなんがシャーじゃなくてチュンが静寂になるってことはないと思います。ローマン。うん、まあローソン。うん。この M 検討で配信終わりってのも忘れててほしい。まあ、それ言うから思い出した。っていうのは嘘だけど、それは覚えてる。まあ、まっすぐ行ってると687でイーシャンテンでどうするかって感じになってるのかな。まあでも初々か、結局まあ無理かな。はい、なんかリーチ入って降りるが多かったな。はい、ん、瀬戸熊さんがイーペイコードライチ。はい、見ていきます。まず、難車切るって言ったやつ。こういうのね。まあ、もう、それは全タイプ車しか伸びてないです。で、大井さんはローマン。大井さんはローマン切ったけど、まあ、シャアでした。普通に。はい、で、まあ、大井さん、ローソー切ったけど、普通にシャアでした。手法とか全然やんない。うん、いや、どうなんですかね。わかんない。まあ、それは時間もないでしょ。忙しいから。はい。まあ、ベタ折りなんでいいかな。今何分経ったこれ。23分か。なんかもう一つぐらい見どころ欲しいな。ちょっと何倍いくか。悲しい赤はあるけどね。あ、アカウントある。切り替えていく。はい、じゃあ、まあ基本的にナーガはラスカイヒマージャンなんで、ナンバとか入っちゃうと結構変わるので。あのいつもトンバでやってます。最後の最後、これまあ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 終わりますか、これで。イーマン切る、リーチ入った。ああ、意外とおもろいな、この速いリーチは。おもろい電流回避、これ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 。はい、ペイ切る、チーマン切る、パーピン切る。ああ、ここで抜くんだ。
なんか下手じゃねこれ、中途半端。あっちいいね。ああ、いいんじゃないですか。中筋になって、はい、じゃあ最後見ていく。はい、急速切る。ああ、下の3色フォローか。なんで急速こんな伸びてんかなと思って、イーマンと。あれ俺第一弾見た、なんか言いましたっけ俺。適当に飛ばしちゃったのかな。うん、はい。下の3色以降があったんで、急速から切る。で、イーマン切る。で、ここでもうリーチだっけ。はい、なんかどうしていくか見ていきましょう。まずはペキって、この後で、リャンピン引くのか。チーマンでしたね。これはまあ、アンパイも少なすぎて。この後、パーピン引いてどうするか。完全ベタ折り、チーピン、完全ベタ折りのチーマンとか3ピンとか、あとは、E ピン。てか、リャンピンもなんか伸びてんな。ちょ、これ、パーピンが全然伸びてないよ。パーピンよりリャンピン？パーピンは候補全くないのに、ドラのリャンピンはこんなに候補としてあるの？なあ、これ。まあ、それはね、組み合わせとしては、3ピン。二枚見えててね。安全度としては、ほんまか。それはリャンピンのが高いっていうのはわかるけど。まあ難しいっすね。まあ難しいというかまあ。人間にはないっすよね。パーピンは全く候補ないけど、リャンピンは候補にあるっていうのは。でもナーガはもう完全にチーマンベタ折り。一応ね。まあでもタイプによっては E ピン切って、ダブル2チャンスの E ピン切って、シャンテン維持みたいな、それもかなり推奨されてますね。まあ確かに E ピンはおもろいっちゃおもろい。はい、そんな感じでした。はい、で、大石さんは9ピンから回っていって、あ、チーピン、チーをどうするかは、全タイプ、チーですね。はい、残空以上確定してるんで、チーでした。で、初で、あとは何だっけ。これ実戦で HP 打つの難しそう。実戦です。まあ、難しいですよね。E ピン切ると結局ダイレクトのテンパでドラ出てっちゃうし、もうなんか E ピン切るぐらいだとやっぱり、もうマックスでパーピンとか、まあ、手かかりそうですよね。もう普通にベタ折りのチーマンとかね。あとはまあいいかな。で、もう両装が。あれ？ていうかこれ。あ、リアンソー4枚切れじゃないんだ。俺なんかもう、3層切ったからもう、あ、リアンソー 4枚切れだから切ったんかと思ったわ。3枚切れか。ああ、まあ、
M リーグルールだとこんだけ全通してるから現物待ちって言っても出ないかもね。でもまあ普通にネットマージャンとかフリーとかのフィールドだとやっぱりローソー打ちそうっすね。残り1枚のリアンスを狙ってね。 M リーグにつきなくはないかもね。これがクエスだと当たりのやつか。うん、 M リーグだったらなくはないかもしれん。簡単にこんだけ全通してるから、それに対して下茶トイメンがリアンスを現物だから切るってなりづらいもんね。完全にベタ売りされそうだから、うん、あ、ローソー当たりなんだ。うん、よく覚えてるな、すごい。はい、で、一応なんか見ると、これは完全に、半々だな。うん、完全に半々か。はーい。で、上がったやつね。こっちは、スーソー。ナーガは完全にスーソーか。どのタイプも。で、大井さんはパーソーね。ほほほほ。まあまあ単純に筋作りに行くんかな。まあまあそんな感じでしょうね。まあ俺は別にどっちでもという感じに思いました。はい。で、嘘であって。で、神茶の町が、ローソーだったの。ローソー、6球層でしたね。はい。はい、じゃあそんな感じでした。まあ今日はなんかまあ落ち着いた感じでしたけど、はい。なんか検討やってきました。たまにこうやって見てくのいいね。ていうなんか俺もやっぱこうやってみんなと見てるし、なんかアーダコーダー言えるから、すごいなんか俺自身がなんか詳しくなりそう、これ。これやってるとな。うん。がめちゃくちゃ騒いでたのを思い出した。すごい記憶力だな。この10月10日だっけ。この10月10日の試合でそんな覚えてるのすごいな。うん、10月10日。はい、じゃあ2023年10月10日の試合。てか時刻まで入ってんの、おもろ。これいる。ちょっと。いやまあ別にあってもいいけど。19時13分から20時9分まで。1時間ぐらい。おもろこれ、分単位で。はい。じゃあそんな感じでした。はい。動画の人も見てくれてありがとうございました。なるべく1日1本はナーガの動画ね、撮りたいなと思ってますけど、ちょっとサボってましたけど。はい。ではまたよろしくお願いします。配信は、もうずっといつもやってるんでね。最近俺休んでないよな。先々週の水曜日休んだ以降休んでないか。はい。じゃあまた配信の方も顔出してもらった時はコメント打ってもらえたら嬉しいなと思います。はい、ではお疲れ様でした。失礼します。